おはようございます。梅子です。今ちょうどね、息子が朝寝をしてくれたんで、朝の私の身支度をしていきたいと思います。息子は最近ハイハイができるようになって、この転ばん日が必須なんだよね。そして疲れ果てて朝寝に入りました。まあ、朝寝のね、時間もね、だいたい固定されてきて、今日は息子は7時半ぐらいに起きて、隣に寝ている私を叩き起こして、8時ぐらいにミルク与えて、朝から超元気にハイハイしてました。ハイハイできるようになったのが半年のちょっと前ぐらいで、そっからなんか1週間2週間ぐらいしたら捕まり立ちをしだして、本当に成長が早いよね。親の気持ちがついていかないぐらいなんか早くて、本当毎日びっくりしてる。もうこんなんできるようになったみたいな感じで、結構ね、今はもう家中ハイ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 探検し回るんですよ。で、言ってハイハイ歴が1ヶ月もないから、ちょっとごちゃごちゃしてるところに行くとコローンって転んだりとかしてんだよね。で、ハイハイしたての赤ちゃんがする頭ガードを買いました。それがさっきの転ばん日です。めっちゃ可愛くて、それが本当に起きたら見てほしいです。聞いて、この前左目1点埋没をしたじゃないですか。めっちゃ良くない？自分ではあんまりなんかやっても変わらへんかなって思ってんけど、確かに劇的には変わらへんし、誰にも気づかれてないと思うねんけど、視聴者以外には。ただ目の印象がちょっと違うなっていう感じはあって、たかが1点なんだけど、止めたら顔がなんかちょっと明るくなるっていうような感じかな。話したいこといっぱいあるんですけど、まずはちょっと不妊治療の話として、なんと昨日移植をしてきました。そう、あれだけ採卵について動画にしといて、移植について全く触れないっていうのもなんかおかしな話やなと思って、説明の書的にはこんな感じ。誘拐配食時間のご案内、9月1日の11時に移植してきました。で、膣座薬っていうのがあるんだけど、移植日当日から、14日間やりますと。ワンクリノンっていう膣用ゲルになっていて、これも今日の分は入れたんですけど、ゲルが入ったアプリケーターがあるんだよね。ゲルを膣の中に入れるっていうのを2週間やります。この膣用ゲルを入れるのはなんか正直そんな全然痛くもなくて、タンポン入れるのと同じぐらいって感じかな。昨日は移植直後にやって、今日からは朝1日1回ね、膣用ゲルを入れていくっていう流れになります。で、こっから判定日っていうところまで、まあ、基本的にはクリニックに行かなくていいんだけど、妊娠判定日は10日後の9月10日の火曜日になりました。めっちゃドキドキします。本当にドキドキします。なの、別に移植自体の手術は本当に一瞬で終わる。時間は11時にクリニック集合だったんだけど、で、11時45分から手術が始まって、11時50分には手術室出てたから、5分ぐらい、まあ膣にね、誘拐した排卵法をね、入れるんですけど、でそれをモニターで見ることができて、ああまあ入ってるなみたいな。本当に一瞬やから、まあ、人によってはね、それですごい感動しましたっていうような感想とかも X とかで見受けられるんやけど、別に全然感動するほどなんかこう一瞬すぎてびっくりしたっていう。で、移植する前にね、誘拐された排卵法をね、一応写真で見せてくれるんだよね。こんな風にね、ちゃんと綺麗に誘拐されてますよっていう説明を受けました。はい、お会計はね、はい、こんな感じですね。誘拐配食代が10万円と、配誘拐代2万円 ×2 個だから4万円で、アシストハッチング2万円、ヒアルロン酸添付、添加か。消費税込みで18万7千円でした。今まで自費採卵に慣れすぎて、移植って安いなってちょっと思ってしまいましたからね。はい。で、今回2個排卵法を移植したんだけど、私今凍結肺が6個あって、一番いいグレードのものを2つ移植しました。一番いいグレードっていうのが、もう2年前、2022年4月29日に採卵した 4AA のものです。これが、PGTA っていう検査を実施したんだけど、判定不能として返ってきた排卵法なのね。で、この判定不能って何なのって思うかもしれんけど、判定不能って返ってくることが 2% ぐらいあるっていうのが最初の説明書に書いてあって、まあ、それに同意してるから、まあ、仕方ないんやけど、結構レアケース、まあ、検査の結果、結局正常肺か異常肺か不明でしたってなってる肺が一つ。
で、もう一つ2022年3月5日に排卵した 4BA なので 4AA と 4BA を移植してきました。残り4つの卵子のグレードを言っとくと 4BB と 4CB と 4BC が2つなんだよね。でどっちかっていうと2つ目のアルファベットっていうのは胎盤になる細胞なんだけど、そっちの胎盤になる細胞のグレードがいい方が妊娠率は高いんだよね。だから例えば 4BA と 4AB だったら 4BA の方が妊娠率は高いって、最初の1つ目っていうのは胎児になる細胞だけど胎盤になる方のグレードの方が実は大事っていうことなんですよね。もし今回がダメでも全部移植しようかなと思ってて、まあ、次は 4BB、4CB で最後に 4BC を2つ移植して、まあ、一旦自分の凍結胚を使い切ってからもう一回考えようかなと思ってます。そう、まだ私保険適用でできる診療を使っていないので、そう、保険診療をねちょっと放棄してね PGTA をねしたいがためにねずっと自費採卵をしていたんですけど、まあその方針を変えて移植することにしました。でやっぱり一つ大きな理由としては、で私ファンデ塗ったっけ、ちょもう一回塗るで方針を変えた理由としては一番大きいのは、まあ、自費採卵がちょっとバカバカしくなったっていうのはあるよね。結果が結構散々だったからそもそも PGTA に回せないみたいな、そう、排卵法にならなくて凍結できなかったり、なっても PGTA に回せなかったりで、 PGTA をしたいから自費採卵をしてるけどそもそも PGTA に回すほど排卵法できない、まあ、ここはね一回自費採卵は一回やめて残ってる凍結胚で勝負しようかなっていう感じかな。もう本当に私にとっては最終カードを切るっていう感じで、もうこれでダメだったら私負けますみたいな感じ。結構不妊治療って運ゲーなんですよ。結局いい卵子が出てくるまで採卵をし続けるっていうガチャ本当にガチャで、それにいつまで課金できますかみたいなところもあって、 AMH が低い人にとったら出てくるのすっごいちょっとしか出てこーへんし、出てこーへん時もあるし、いわゆる当たり良好正常胚と言われるものが出てくるまで回す、ガラ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 、これガラガラのイメージやねんけど、当たりを引ける確率が自分がどれだけ低いか分かっているのに、もう課金をしてこのガラガラを回し続けなきゃいけないっていう結構な沼ゲーなんですよ。結構辛いと思うよ。治療歴すごい長い人とかたまにやっぱりいるし、私は治療歴自体はそんなに長くないんだけど、条件的にはめちゃくちゃ悪いです。やっぱ超低 AMH っていうのと、もう41歳高齢っていうのがあって、まあ、ギャンブルとしては引き時かなって思いました、正直。というわけでね、勝負カードを切ってきたんですよ、昨日。10日の判定日まで、だいたい妊娠してたら5日目ぐらいから妊娠判定薬とかを使うと、まあ、フライング検査って言って妊娠判定とかができるんよね。あとこの判定日まで全く体の変化がなかったら、それはほぼ妊娠してないと思うんだよね。結構いろんな人のね、移植後の症状とかも結構参考にさせてもらってるんやけど、基礎体温が少し高くなったりとか、まあ、ちょっと眠かったりとかするみたい。私にね、それが起こるかどうかわかんないし、なんか無症状の人もいますよっていうクリニックでは言われたから、どうしても考えちゃうんだけど、考えてももう何もできひんからってこう自分に言い聞かして、今過ごしてます。そして息子が起きました。起きたな。飽きた。これ黒バンビっていう商品なんだけど、これを外すとね結構ねちょっと薄ハゲが目立っちゃってね、こっちの方が可愛いんだよね。はいはい、できてきてきた、めめんとこ来た、めめんとこ来た。こんな風にねめっちゃ動き回って、机のこういう可動とかで頭打ったらすごい怖いんで黒バンビつけております。そう、でも不妊治療って一回沼るとそのことばっかり考えちゃうんだよね。そういう人多いと思う。でもほとんどの人がそうじゃないかなって思うんだよね。他の人と自分を比べてもマジで意味ないんやけど、でも比べちゃうし、過去のことを後悔してもマジで意味ないんやけど後悔しちゃうし、うん。でも今回2個移植してるから可能性としては双子になる可能性も全然あるんよね。それって意外と高くて、2つの胚盤胞の妊娠する確率っていうのが
4AA が39歳採卵っていうのがちょっと引っかかるけど、これが35歳ぐらいとかやったら6割ぐらいかな。で 4BA の妊娠確率が5割ちょいみたいなぐらいで、全然低くないわけ。でもあくまでも35歳時点の妊娠率だから、私が採卵したのは39歳だから、やっぱりそれより全然低くなるとしても、正常胚やったら妊娠するんだよね。2つとも正常胚の確率が5割でやったら 0.5×0.5 で 0.25 やん。だから 25% ぐらい双子になる可能性はあるんよね。はい。ちょどうしようみたいな。性格的になんか私なんかうまくいくんじゃないかなって勝手に思ってしまうっていうか、え、もしかしたら双子かもみたいな感じで、双子やったらどんな名前にしようかなみたいなところまで想像が想像を読んで、今やばいです。妊娠したら妊娠したでもう予定日分かってるから、5月20日やから。で5月20日に生まれるんやったら、育休を1回終わらして次の産休に入るっていう感じ。梅子さん産休育休やったらしいけど、また産休育休らしいでみたいな感じで、2回連続で休む間もなく取るっていうね。でも胎盤法を移植してもいいっていう目安に、半年以内に移植しちゃうとやっぱりちょっと子宮に対して負担がかかるから、産後半年っていうのが一つの目安なんよね。まあ、クリニックによってね方針違うと思うんだけど、まあ、少なくとも私のクリニックは OK が出たので、あの移植をしました。でもこれでやっぱ仕事始まっちゃうと、やっぱ仕事しながらかつ乳幼児を抱えながら不妊治療に通うっていうのはなかなかハードワークやなって思っちゃうし、結構私は今回にかけてるっていう感じです。でもやっぱり私って高齢ママなんよね。まあまあ近い人はいるんよね、40とか39とかそういう人はいるんだけど、私今年42だし、気をつけたいなって思ってることはなるべく綺麗ママを目指す。そう、おしゃれママはねなかなか目指されへんねんけど、私そもそもおしゃれじゃないから。でなんかメイクとかもなんか古臭くならないように気をつける。やっぱママとして見られるっていうのが一番大事で、おばあちゃんとして見られるわけにはいかないっていうのがちょっと今の心配事。でもなんか美容にちょっと手をかけてきたから、同じ40歳ぐらいの人によりちょっと若く見えるような気がする、自分でも。そうそう、まあ、そういう意味では美容にお金かけてきてよかったかなっていうのがあって、まあ、今はねちょっと全然お金かけられへんねんけど、今の不妊治療が落ち着いたらまたちょっとね美容に力入れていきたいなみたいな。落ち着いたら、落ち着かないうちに私は美容不整形はすると思う。今移植中期じゃなかったら絶対にやってる。産後にシミがやっぱ増えたんだよね。なんかレーザー当てるほどではないらしいんだけど、フォトフェイシャルとかはやった方がいいですよみたいなことを教えてもらいました。そう、最近ね息子がね自分でおもちゃを取りに行くようになりました。すごくない？自分でおもちゃ箱に行ってね、おもちゃ箱漁るんですよ。生後1ヶ月2ヶ月はやっぱり可愛さより大変さが勝つんやけど、5ヶ月6ヶ月はめちゃくちゃ可愛いみたいな。あんまり手もかからへんし、よくわからない泣きっていうのがなくなってきた。私結構外での一時預かりっていうのも結構利用してて、土曜日はシッターさんに来てもらって、週に1回ぐらい外で一時預かりっていう感じで預かってもらってるんやけど、時間的には4時間とか5時間とか預けても特に結構ご機嫌よく遊んでくれてて、ギャーって泣いたりとかはしないんだよね。子供によってはもうママじゃなきゃ絶対ダメみたいな感じで外に預けられへんお子さんだっているやん。でもそういうわけではなかったから、正直それですごく楽っていうのはあるかな。まあそれもあって不妊治療を続けれてるっていうのもあると思うねんな。はい、離乳食を準備します。ママ友に教えてもらったのがこのベイビーポタージュっていうやつがあって、北海道から直産のベビー用のポタージュなんよ。すごくない？しかも結構高くて1個500円ぐらいやった気がする。すごい美味しくて私が食べても全然美味しいって感じ。こんな風にね、パサパサに、こんな風にね乾燥していて、ここにお湯をかけるスタイルです。昨日ベビーザラスで買ってきた赤ちゃんせんべい、これはね7ヶ月ぐらいから食べれるらしいので、もう少ししたらね揚げようと思います。メニューとしてはこんな感じです。お粥をすりつぶしたものと豆腐とほうれん草とトウモロコシのポタージュ、あとダノン。うちの子ベビーダノンめっちゃ好きなの。
そう、離乳食でお腹いっぱいでもういいみたいな、食べないって感じになってもダノンだけは食べるみたいな。はい、トウモロコシ、トウモロコシ、コーン、おいしいね。食べるのうまくなったね。口も大きく開けるしな。あの前の動画で離乳食3日目ぐらいの動画が多分あると思うんだけど、その時は結局泣いておしまいみたいなね。今ではガツガツ食べるって感じ。そうそう、ダノン行くか。目の色が変わるんやん。来たよ来たよ来たよ。口もすっごい大きく開けてくれるし、やる気が違うんだよね。ね。前のめり。そう、離乳食の時はどうしても服が汚れるから、今日はちょっと違うんだけど、私はいつも朝起きてからすぐ8時とかと、あと夜の6時離乳食を今2回あげてます。はい、じゃあごちそうさまでした。バイバイ。